こう徳南でって言っとったけど、もう公安まで来ました。ってのは常滑からなんかね、こっちの方にショートカットできるバスかなんか走ってないかなと思って、一応走ってるみたいです。上沼ってとこまで行けるらしいんですけど、結構これ電車また普通列車待っていくよりももう大田川まで出ちゃった方がも早そうなんで、出ちゃいましたというわけでございますね。でここがね、ここもまあね、いわゆるターミナル駅、機関駅の一つ、東海市ね、東海を代表する東海市の、駅の一つなんですけど、どっち二層建てなんですよね。上からも名古屋方面に行くやつも出てますし、次の電車はね、どこから何が出るのかが、エスカレーターで上に登ったらいいかな。宇都宮に行くのは、宇都宮といったらな、似た名前ですけどね、こんな感じで2層建てになっとってね、上には上にホームがあってっていうね。近鉄だとどこだ、あ、名前で忘れてた、あれ、あの駅とね、あとは、有名なのは蒲田かね、同じく赤い安徳島の、京急のね、京急蒲田駅だったかな、がこんなような構想になったわけですけど、あ、マニアックなことに違いはないです。こっちはあざか、全部金山方面か、しまったというわけで、こっちじゃダメだ、間違いだ、こっちにはこっちで電車が入ってきますからね、しっかりこう把握しとかんとわからなくなりますよね。で、ここは方面好きからですけど、よし、で、あれか、宇都宮に直接行くのはないのかな、宇都宮に直接行けるのあるよな、だけど、29から特急時に来た、今10時10分ぐらいかな、28分宇都宮行きか、これでいいのかってことは、あと16分だ、ちょっと時間あるな、おただ下降りるか、一回。そういや前に動画でね、ミューゼと一番使っとったなんか一宮におるときって言ってましたけど、私間違えてましたね。間違いなく一番使ってるのは学生時代ですね。鶴舞線直通のね、豊田線で上州行くね、大学がそういえば直通でそのまま名鉄豊田線に走ってくる列車で毎日通ってましたから、間違いなくあの時が使ってますね、断トツで。で、改札は北と南にあって、南の方が確かにいたっけな。よいしょ。こっちに来ると、いろいろと、でもありますしね。居酒屋とか、餃子屋さんなんかもあるんですね。東海市の中でも、清水で、ね、この高架工事の時にね、めっちゃ綺麗になりましたね。今思うのは、ここが、天然交差で確かに昔はやってたんだよな。信じられんよな。ちなみに、ちらっと駅の外に出てきましたけど、こんな感じでね、非常に綺麗な駅になってますからね、ほんと綺麗になったな。ちゃんと降りたのは、駅が開設から初めてなんですよね。車でやっぱね、来るんですよね、東海市って。一番岸でね、スーッと、四日市からだとね、ショートカットしてね、来れるんで、東海市自体はね、お店の支店があったりとか、他にもね、結構友達がおったりとか、ある兼ね合いで、まあ、ぼっちね、ぼちぼちとね、今は友達こっちに住んでないんですけどね、結構、来ることが多かったところなんでね、あれですけど、
こんな感じになってスタバも入ったんですね。どこにでもあるんだスタバ。さあなんて言うとったら、まあ、まだ5分ぐらいしか経ってないから、そう今日ね口の中に口内が2個持ってきちゃったんだよね。まあまあいつにも増して聞き取りにくい、なってるかなと思いますけど、ご容赦いただければと思います。あ、ATM 戻しとこうかな。新規、あ、新規ある、よかった。神田信用金庫か、こっちは千田信じゃないんだ。阪神はこんな可愛い、キャスターなんですね。阪神っていう、阪神っていうのはタイガースみたいになりますけど、もうきっとドラゴンズが入ったところですよね。よし、バッテリーを下ろせたし、これで OK だ。結構ここでも2レフリーキックは多分買えますね。大田川はでかい駅ですからね。さあ、まあ、私はもう持ってますから、どんどんと、ちょっと28分ね、案内も出ましたね。2番ホームか。これね、難しいところでね、別に、後輪から宇都宮を攻めるっていう手もありそうなんやけど、宇都宮の方なんかなんか行きにくそうなんやな。よし、とりあえず、宇都宮に行こう。よいしょ。でもやっぱ新しいからトイレも綺麗だしいいですね。あちらに行こうとこんな感じね。特にこの3、4とね、5、6がね、どっちに来るのかっていうのがね非常に難しいですからね。さあ下りは案外、もう1、2のどっちかにおったら両方とも来ますからね、わかりやすいかな。あ、そういえばそう、でも、ミンセスはあれですね、バイリンガル表記が、こういうと国際空港とかってなってて、国際空港だからかもしれませんけど、ちゃんと、それぞれの言語対応のあれになってるんですね。よくね、特にハングルで多いんですけどね、国際空港、そのまんま、ハングルにした国際空港ってなってるようなね、言う方のが多いですけど、ちゃんと、空港もね、じゃあ韓国語のちゃんと表記になっておるっていうね、あたりはさっさワイリンガル表記、そのあたりしっかり対応するなぁなんてことをね、スーッとハングルの案内見ながら思ってますけどね。さあ次は28分、あと8分、まあもうちょっと行きますからね。こっから先監視なのがいい気がするんだけどな。ここの音がこまいいですよね。問題はね、まだこの後公園についてから言いますけど、公園から壁なんか大変なんだよな。上来て大田川のさらに上のね、神宮前まで行かないといけませんからね。そこからさらに乗り換えて地流の方に、地流からこの三河線もね、ちょうど地流から、分かりとって、よく海線山線って言って、まあ、この場合やったら海線って呼ばれる方に行くわけですけど、これしんどいんだよな、どう考えても。でこの辺りもね、多分相当いろいろ歌を使いながらね、魚揚げとかこの辺りとかもね、いろいろ使いながら行くことになると思います。特にこのね、瀬戸線がね、今回も行かないといけないというのはね、厄介って言ったらあれですけどね、厄介ですね。最悪上飯田は一家この前行ったしって思うけど、あれなんで上飯田行ったんだったっけ。あ、そうか、名古屋のね、地下鉄のターミナルでね、ここが接続駅ですからね、あそこなんてない、全然ターミナル感もないし、行ったところで行ったことがあるからな。まあ、どっちにしろ犬山方面抜けるのに、そっか、坂乗った方が早いか。犬山は意外に JR では本当に行きにくいところですからね。まあ、しかし本当面白い路線図ですよね。バーッとばらけて、バーッと集約してっていうね、あれなんで、あ、そっか、一
応ねターミナルシリーズで初めて見る方もいらっしゃると思うんでね、ルール的なところを言うとこういうね端っこね、さっきも違ったと言いましたいるんで、別に全線制覇じゃないんで、間を通らずにショートカットとかするっていうのはありというルールですからね。あでもね、考えてみたら中国際空港はね、セントルジャパンインターナショナルホールになってますけど、どうなん市役所前は市役所前ってなっとるねそういうもんだね、あ、言っとった来た、ホトミユキ、でも距離なんじゃない、バイタリオで行きましょう。ホトミユキはそんな混んでないだろ、ホトミユキはご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。